過去7回中1回しか自腹になっていない大泉は、皆さんとはゲームのレベルが違うと、最下位にならないために狙っているポイントを告白。コナンからも、大泉さん絶対に負けないでねと激励のメッセージが送られる。窮地の中である岡村隆史99と大泉は、オープニングから絶戦を展開する。岡村が、食事に行くと、1回も払ってもらったことがない。 紅白の司会までやってるのにと振り返ると、大泉は払ってますよ。これだけの年齢差なのに払ってるんですよと猛反論。過去の食事代の支払いをめぐり、まさかの方法で争ったエピソードを吐露する。さらに、スペシャルメニューをかけて行うトイレットペーパー巻き巻きレースでは、レース中に紙くずを投げつけるなど大泉と岡村の大人げない妨害合戦が勃発。 終始バチバチの大泉はビリ予想も岡村を上げ、嫌いだからと煽る。超多忙で、全身痛いところだらけ、という大泉のために、今回コリをほぐすための様々な企画を用意する、顎から首のラインが凝っている、という増田隆久、ニュース、は、医療機器を使った手術に絶叫、最強のゴッドハンド、による究極のコリほぐしに大泉は口が聞けなくなってしまう。 小芝風花と高橋文也が装着する、可愛すぎる、懲りほぐしグッズも見どころとなっている。安子は、とあるグッズで高橋に肩こりをほぐしてもらい、痛いながらもご満悦の表情を浮かべる。予想では、岡村が大泉に無茶ぶりした古畑任三郎モノマネが原因で、大泉の予想が大崩れするまさかの展開に。大泉が2回目の再会となってしまうのか。